お、おるぞ。お疲れ。お疲れ様です。見てください、これ。おいしい。うわっ、やばい、やばい。もう完成。完成です。これね、あの前回動画にしたと思うんですけど、これここになっちゃった。そのままっすよね。作業着パーだね。経緯出せるかね。で、靴もあんなんでしたからね。うわ、取れた。今ほら、片方バタピしたんで。うわ、まあ、美人バナナが現場鑑賞で、お金の方は勘弁していただけますか。動画にしたしね。動画にした。手間かかりすぎる。かかるどころじゃないですよね。普通のお家で値段はいいと思いますよ、これ。ほんと。へぇ。なんですか。もう、飛散もすごいし、手間もかかるし。あ、そうか。飛散するともう養生もきっちりな話。拭けるなら拭いた方がいいって言ってましたもんね、さっき。拭いたらこの多分飛ばない。あ、拭いた方が飛ばない。逆に、うん、ローラーだからっていう話をしてました。うん、これでやると思う。逆にピシャ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 。これこれなんですか、その拭いても、そのこれぐらいの物件だったらもうちょっとブルシートとかやったらやれよ。拭けんことない。拭けんことないですね。あ、じゃあ拭いた方がいいね。拭けんと思って行ったんでしょ、営業は。じゃあ隣がもう中止だったんで、うん、俺がもう拭けんだったんで。あ、うん、でもやろうともやれる。逆に重たいんですか、そんな軽くないですか、塗料は。塗料軽いですよ。軽すぎるから飛ぶってことです。ペチペチペチョってこうローラーでやると拭いたら細かくなっちゃわん。霧みたいになってピュアーッと飛ぶの。あ、そんなにじゃあパラパラにはならんとか。ちょっとみっちりゴテゴテのやつでみっちりみっちり拭けば、テテ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 テ言うよ、ほんと言うよね。そんな音だよね、なんかあれ。なあ、お前やらしいことする。カペカペ女が。ヒミゴか、ちょっとどういうこと編集長。お前このワンピューティングの友達だ、お前の野郎。編集長、セクハラ。編集長、セクハラ。しょうがないです。あ、そうそう、ファミリーチャンネルやってるね。まあ、宣伝されてるの面白いんだもん、また。この流れで。そうそうそう。ファミリーチャンネル、宣伝されてる。これ宣伝とかじゃない、本当に面白いから。カペカペがよう喋るわ。もう見てんだ、お前一見てる。俺も見てます。佐々木真由美、面白いよね、あれね。ほのぼのしてね。面白いです。ほのぼのしますね。ほんと職人から人気あるもんね。またこういうやつってさ、職人から好かれるじゃん。もうはっきりしとるし、はいはいとかで嫌ですとか、いや私無理ですみたいな感じのこと、職人からも好かれるじゃん。だよね。もうなんかみんなに見とるよって言われて、ちょっとなんか職人さんに見られるとちょっと恥ずかしい気持ちはありますけどね。そう、今日どうだったらあれって言って。なんか、いいよって。でも浜野さんとか佐々木さんは、ほのぼのするわ、癒されるわって言ってくれるんで、子供の力ってすごいよ。あ、まあ俺まだその年じゃない。ごめんな。じゃあ現場見させてくださいよな、ちょっと解説してください。うわ、うわすげえ。あ、もう映したらもうまんまや、うん、すごいね。ここまで合わせただいぶ肉つけましたからね。あー、ローラーでこれができるのがすごいね。しっかり色の差が出る。色、あのこの面、この足場のあれでですね、巻き出すな。あ、ちょっと待って、取っちゃうぞ。取っちゃう。また綺麗な巻きしちゃった。おいさん、もう悪かった。メガネがキャーッとしたかな、巻きパッドみたいな。いや、もうすごいよ。お店来てるみたいな。すごいのよ、あんた。お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん宮田さんです。宮田さん、こんな人いないはずだけどな。浜野さんみたいな。浜野さんも実は。エロ。巻きばっかりでしょ。脇が興味ないし。脇と膝が好き。いいから、はい。はい、次して。さすがだ、さすが。もうあの、太ももの裏が好きです。わー、すごいね、これ。で、もうほぼ、何回目でしたっけ ?6回目です。6工程。へぇ。うわぁ、で、金額はなんか数枚増えただけな。まあ、今まあ、そうですね。レジェンドもさすがにいいわ。レジェンド、そんな動画になっちゃうね。絶対ないですからね。普段絶対ないです、浜野さんは。あ、言ってたよ、ちゃん。言わないです、その言ってたよ、ちゃん。無茶やっても、あの、受け入れてくれるけど、さすがに多分ここは。あ、そうか、そうか。ちょっと予定外。うちの会社のやり方としては、営業が契約決めて、で、現場の管理が、まあ、金額は、まあ、営業から指示が出るけど、 そこの現場での調整とか、ちょっと追加ここ払って直しましょうとか、現場入ったらトイレが壊れとったから、これ追加で発注しましょうっていうのは、管理の人間がやってます。やるんだ。はい。ということは、
浜野さんがまあ大変なでこうだでって言ってちょっとね肉見てくれんっていうのはお前に言うわけで、窓口はお前なわけだ。そうです、まあ、ただここの現場は、まあ、営業ちょっとまあ、うん、なんていうんだろう、いつもイレギュラーな現場だから、うんうん、まあ、営業の方がメインでちょっと今やってるから、うん、まあ、営業と浜野さんで相談みたいな感じなところはあります。ああ、すいません、まあ、私もやったことないね、こんな六甲亭の現場っていうのを。普通の塗装どれぐらいなんですか？手間で材料込みでしょ？材料込みでメーカー設計単価みたいな、メーカーの設計単価が5000円、590平米あって、190だったらすごいじゃん、5000円、200平米で100万外壁だけで100万。まあでもだいぶ高いね。普通の塗装が大体2500円とか3000円ぐらいでしょ。そうですね、そんなに高いですね、メーカー設計単価がね。だって倍ぐらいはするよってことね。そういうことですよね。まあそりゃそうだわ、工程が倍だし、6回なんで単純に2件分塗れることになりますからね。そうそうそう。でそのさ、リングリングってよく言うけど、これってもうさ、普通のじゃ塗装職人じゃできないわけじゃん。このマスチックって本当に難しいし、うん、いやこれ全部線出ちゃうからね、うん、今言ったように登って降りてるんで、しかもこのマスごとで締めてからかもんで、ね、そりゃ手間食うわね、横にガーッて走ってくるのめっちゃ綺麗ですよ、本当に。これ面倒くさいのが、うん、ここもかけとらなかんですよ。うわぁ、それ同時にやらん、ほんだ、ふが使うもんで、うん、このガラが使うもんで、そういうこと、ここもかけとらなかんですよ、全部2回、ほんとやん、かけも2回なんですよ。これ同時、後でやれるもん、同時にやってるの一緒です、一緒にやっとってローラーとかして、だからそれ持っとかなきゃだな、うん、後にしちゃうとまた柄が変わっちゃうもんで、乾いてないですよ、乾く前にやらない。ただ塗るだけだって2回なんか手間じゃないでしょと思うけど、これ乾きは普通の塗料と違うんですか？乾きスピード遅いね、遅いんだ、肉がつくんで。こういうのってさ、塗装ってさ、じゃあ一般の人ってどれぐらいで思ってるかわかんないけど、これでも20人かけたら赤字でしょ。そうですね、20人だよ。そうですよね、17、8とか16ぐらいでしょ、こんだけの大変で、うん、20人かかってそう、かかりそう、壁は20人かかります、ね、かかる、ここかかるか、普通の一般の子だけだと13とか14人ぐらいだよね。そうですね、ぐらいで、14人っていうのは1人で入ったら14日間とかね、うん、2人で入ったら7日間、うん、で、納めなかったからその1日ってめちゃくちゃでかいこれ、養生とか全部あるからさ、はい、塗っとるだけじゃないもんね、これ。そうです、ね、でここ塗るためにこれ全部養生して、はい、でこういうのも全部養生してここペッてやる、でこれ全部飛んじゃうからね、遠いから全部もう巻いてきれいにしちゃうんでしょ。いやこれは大変だわ、ね、うわぁ、もうお金の話になっちゃうからまあそろそろ締めましょうか、今日の動画は、はい、エガちゃんの脇も見たし、いらない脇ならしね、脇ならし3回いるダブルで、まあ、今日はシングルでいいやじゃん、片方シングル、シングル脇ならし3回、セクハラがすごくてまたこれ社長叩かれるんだなんかレベルが上がってきてますね、セクハラ。違うって、うちに対してのセクハラはね、度がすぎるのちょっとね、度がすぎる社長他の人だとね、ちょっと多分遠慮しとるけどね、ほらもう壁映しちゃったら、お母さんなのに、私お母さんそう、3人のママなのにもうちょっと度がすぎる、うちには度がすぎてますね、多分うちだけ特別多分愛されとるわ受け取っとく、俺がファミリーチャンネル出してちゃうと確かにだろ出せばって出すや数字伸びるぞっていうのに出させてくれもんなまだ誰も出てないですからね、誰も出てないね、これでもすごいな、いや本当、でも本当浜野さんだから安心して任せれるところはあります、まあ、それあるよな、うん、ガルが入ってるんですよ、ちっちゃい、そうだよね、うん、で混ぜ方がちょっと違うとかね、水分量が違うっていうだけで柄が全部変わってくるもんね、あの塗料の付け方が多い少ないだけでも変わるんですよね、あ見た目、もう塗料の付け方だけでも、うん、あそれはそうか、同じ 両目つけてかんと変わるんですよ、うん、あもういっぱいつけすぎてもかんし、ということは均一につけなかった、うん、つけて鳴らして、うん、均一にしんと、普通だとこうやって塗り始めると最初の方濃いじゃないですか、うん、これちなみに3部じゃないですか、ここ3部の方で3部図、オール3部図なんですよ、ここ、問いもなんでオール3部なんですけど、うん、あ、問いも3部図、そう、全部本当にオール3部図なんで、ここ多分普通より大変ですよね、うん、ですよね、ツヤがやっぱ、うん、ツヤがない方がやっぱり難しい、ムラになるって言いますよね、つなぎが出るんで途中で溜めちゃって、そこからこれですよね、ただそこまで、トイもこれ全部ない、艶なし塗ってって、しかもこれ普通の2号号じゃないんじゃない、これ2号号です、これ違うよ、違うでしょ、あ、違う、指定だよ、
前そんなことも知らんのお前関係ないって自分で色番号決めました。ペシャパイって言われる。関係ないし関係ないし。その強い言葉おいしい。その強い言葉すごい感じる。関係ないし無敵っすね。もう言えるのあっただけ。私に言えるのあっただけよ。セクハラの M って無敵っすね。すごい無敵っすね。こっちチクグングン。私のチクグあんたにグングンいかれとる。助けてください。結構最近 YouTube から仕事依頼って結構多いですよね。あ、そうですか。いないですか。先生あんま喋んない。あ、YouTube 見たっていう人はいますよ。あ、浜田さん見たよとか。うち結構ね今 YouTube 一本釣りで、要はチラシとかホームページも見たことなくて YouTube だけで依頼っていうのも結構あるみたいね。この前のうちは初めてだった人に浜田さんって言われました。安心感にはなりますよね。そうそうそうお客さんの安心になるよね。知ってる人が来たっていうだけでただただ安心ですもんね。そうそうそう。でも現場で結構言われる。面会場所見てるよとか。ああ言われます。見てる人は本当にずっと見てる人なんでめっちゃ詳しいです。詳しい人は本当に詳しいです。まあでも全然見てない人は見てないから YouTube って言ってもああそうなんだぐらいの人もいますけど、まだでも見てる人はめっちゃ詳しいなっていう人で、だからどの職人が来るって聞かれますもんね。へぇ、そう、どの職人さんが来るって。みんな取り行かなかったね。3件ぐらい僕はご指名できました。あ、ほんと。視聴者の皆さん、指名はやめてね。これから指名料取ろうか。俺が取り勝手だけしか出ないじゃないですか。なんで、どっちか入れてね。あの、さんのところに取りに、社長が取りに行った時に、指名料がどうのこうのって一回情報が出てるじゃないですか。その後に私が行ったお客さんのところで、誰が来るって言われて、が来ますって言ったら、あの兄弟みたいな、あの指名料がどうこうって言ってたやつでしょって言われて、マジめっちゃ見とるなと思って。そうです。すごい。これ使おうよ。それだけで、その人たちはもう安心。あ、ちょっとやるわって言ってました。で、職人さんっていいんだわ。ほんとちょっとでいいの。1万円でも2万円でも。そうですね、ちょっとプラスしたい。職人さん全部上げりゃいいんだから、みんながさ、切磋琢磨するし、やっぱね、技術をすっごい追求してやってるわけじゃないですか、みんな。やっぱ一般の人も今こういうの動画見てわかるじゃん。あ、簡単に勉強に言ってるだけでしょってね。その職人さんなんか、あの中学生で頭悪いやつやったんでしょって。だって一室だもんね。野球やっとって。もう大学行って。大学行ってんだね。え、そうなんだ。そうそうそう。野球からのスポーツやったんですか。そう、野球ずっとやって。やっとって肩壊して。全然知らんかった、それは。そうそう。俺昔の親方もそういう人だった。で、そういう人はやっぱ成功してるんでしょ。まあそうですよね。やっぱきっちりやってる。まあその中学校行ってるしか行ってないから、とかじゃなくて、やっぱ一生懸命コツコツやる人は伸びてんだよね。マッチングサイト。はい。でちょうど塗装職人さんね、本当にもう7月の1日に一応仮オープンで、お客さんには公開しないんですけど、あの登録できるようになりましたんで、はい、7月1日ね。でまだちょっと今日25日でもうちょうどこの動画上がってる頃には登録できるようになると思うんで、自分の登録して1ヶ月ぐらいでお客様に公開しようと思ってます。なんであのプロフィールの方あの更新この見て、まあ、メールも送ってるけど、今現在登録してくれてる人にはメール届いてると思うんですけど、ログインして、はい、登録っていうの、会社の情報とか写真上げたりして、で一般の1ヶ月後にはお客さんに公開し始めるんで、それまでには登録の方よろしくお願いします。はい、お願いします。忙しいですか。どうぞ。これはまあ言っていいでしょ。これはいいじゃん。どうぞ。可愛いの。起きるのはアラームですよ。はい、俺はあまり喋りすぎてシリが怒っとうかなと思って。よう喋るもんね。忙しいですから。そんなに忙しい。すいません、お昼時に。ありがとうございます。現場もなりましたよ、これ。なったね。いい時になるね、いつもね。俺も来るね。はい、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。